インターネットプロトコルスイート。インターネットプロトコルスイートは、インターネット及びインターネットに接続する、大多数の商用ネットワークで利用できる、通信規約、通信プロトコル一式である。インターネットプロトコルスイートは、インターネットの例明期に定義され、現在でも、標準的に用いられている2つのプロトコル、トランスミッションコントロール、プロトコルとインターネットプロトコルにちなんで、 TCPIP プロトコルスイートとも呼ばれる。今日の IP ネットワーキングは1960年代と1970年代に発展し始めたローカルエリアネットワークとインターネットの開発が統合されたものである。それは1989年のティム・バーナーズリーによるワールドワイドウェブの発明とともにコンピュータ及びコンピュータネットワークに革命を漏らした。 インターネットプロトコルスイート、類似した多くのプロトコル群は階層の一式として見ることができる。各層はデータ転送に伴い生じる一連の問題を解決し階層プロトコルのサービスを使用する上位層プロトコルに明確なサービスを提供する。上位層は利用者と論理的に近くより理論的なデータを処理する。 また最終的に物理的に転送できる形式へデータを変換するため、階層プロトコルに依存する。そのデータ通信モデルは TCPIP モデル、TCPIP 参照モデル、ダーパーモデルと呼ばれ、4つの階層で構成している。この階層的な通信規約の設計をプロトコルスタックと呼ぶことがある。インターネットプロトコルスイートは優先。 無線などの物理層の違い、イーサネット、モデムによるシリアル通信などの物理層とデータリンク層の違い、異なるコンピュータベンダーや異なるオペレーティングシステムで相互に通信することを可能にしてきた。通信規約を無料公開しており、BSD やその後の Linux でソースコードを無料公開していることもあり、オープンシステムの一つである。 インターネットプロトコルスイートの最初期の定義は GD ロッシュが記述し1969年5月に RFC8 として発行された ARPA ネットワークファンクショナルスプシファクションズにまで遡ることができる。インターネットプロトコルスイートは1970年代初期に米国国防高等研究計画局による研究から登場した。 1960年代後半に先駆的な a r p ネ n e t の構築後、DARPA はその他様々なデータ転送技術における研究を開始した。1972年、ロバート・カーンは DARPA 情報処理技術室に雇われた。そこで彼は衛星パケット網と地上の無線パケット網の研究に取り組み、それらを横断して通信ができることの価値を認識した。 1973年春、ビントンサーフ、ビントンサーフ、その当時すでに完成していた、アーペネットネットワークコントロール、プログラムプロトコルの開発者は、アーペネットの次世代プロトコルを設計すること目標に、オープンアーキテクチャ相互接続モデルに取り組むために、カーンと合流した。1973年の夏までに、カーンとサーフはすぐに、基本的な改良を解決した。 ネットワークプロトコル間の違いは、共通の相互接続ネットワークプロトコルを用いる、ことで隠蔽された。そしてアッペネットにおいては、信頼性について、ネットワークが責任を持つ代わりに、ホストが責任を持つようになった。サーフは、ヒューバート・ツインマーマント・リイプ・ザン、セクリデスネットワーク設者が、この設計に対して、重要な役割を果たした功績を認めている。 ネットワークの役割を最低限まで減らすことで、それらの特性が何であろうとも、ほぼ全てのネットワークを統合できるようになった。それによりカーンの当初の問題も解決した。よく言われることは、TCP、IP、サーフとカーンの取り組みの最終成果は、通ンキャンズエストリング、二つの空き缶と一本の紐、すなわち糸ではでも機能するだろうということである。 電書罵倒を用いて稼働するための実装案、鳥類キャリアによる IP さえ存在する。その他の方のゲートウェイとの混同を避けるために、ゲートウェイから解明されたルーターと呼ばれる、コンピュータは、それぞれのネットワークにインターフェースを提供し、ネットワーク間で行き来するパケットを転送する。ルーターに関する必要条件は、RFC1812 で定義された。 その着想は1973から74年度にスタンフォード大学のサーフネットワーク研究グループによってより詳細な構造が作り上げられ最初の TCPIPCORFC675 を生み出したパークユニバーサルパケットプロトコル群を生み出したゼロックスパロアルト研究所における初期のネットワーク研究も大半が同時期に行われ 技術的に重要な影響を与えた。人々はその二つに注目した。その後、異なったハードウェア上の実用プロトコルを開発するため、DARPA は PBN Technologies、スタンフォード大学及びユニバーシティカレッジロンドンと契約した。四バージョンが開発された。TCPV1、TCPV2、1978年春には、 TCPV3 と IPV3 に分離、そして安定版の TCPIPV4 これは今日のインターネットでもまだ使われる標準プロトコルである。1975年、スタンフォード大学とユニバーシティカレッジロンドン間で2拠点の TCPIP 通信試験が実施された。1977年11月、アメリカ、イギリス、 ノルウェー間で3拠点の TCPIP 試験が実施された。1978年から1983年にかけて複数の研究施設でその退屈化の TCPIP の施策が開発された。1983年1月1日、a r p ネ n e t は TCPIP へ完全に切り替えられた。1982年3月、 アメリカ国防総省は全ての軍用コンピュータ網のために TCPIP 標準を作成した。1985年、インターネットアーキテクチャ委員会はコンピュータ産業のために3日間の TCPIP ワークショップを挙行した。250の業者代表が参加し TCPIP の普及を助け商用利用の増加につながった。 1994年に Linux が1.0を公開し、高価だった UNIX の機能のかなりの部分がオープンソースで利用できるようになった。1995年に Windows95 で TCP、IP、Telnet、FTP、ブラウザ等を標準搭載し、一般的な通信として広く使えるようになった。1999年には Windows2000 で、 パズイックスへの対応をはじめ TCP、IP をはじめユニックスにより近いシステムとして提供している。2001年マッキントッシュの OS である MacOS X がユニックスを土台としている。2005年11月9日、アメリカ文化への貢献を称え、カーンとサーフに大統領自由勲章が授与された。TCP、 IP に対応したユニックス KOS である 4.2BSD は1983年9月に登場している。この時期のユニックス KOS は大学期間を中心に発展してきた権威があるが、1980年代後半には日本の大学でもユニックス KOS が用られているところでは大学内ネットワークに TCPIP が用いられていた。 1988年8月2日、ジュネットに大きく関わった村井順によって、日本からのインターネットへの TCPIP 接続試験が行われ、その後、日本でもインターネットを取り巻く環境の整備が進むと、共に TCPIP が普及していくことになった。百八十九年九月、最初の日本語による解説書である西田武史書 TCP IP が発行された。1997年3月、全国銀行協会連合会が、参加銀行の企業、銀行総合間のオンラインデータ交換において、使用できる新しい標準通信プロトコルとして、全銀 TCPIP 手順を制定した。それまで利用されてきた全銀手順に代わり、電子データ交換でも TCPIP が扱われるようになった。 日本におけるインターネットの歴史については日本のインターネットを参照。IP 群はプロトコルとサービスをカプセル化することによって抽象化する。通常、より上位層のプロトコルはその目的の達成に役立てるためにより階層のプロトコルを用いる。これまで IETF はインターネットプロトコルスタックを RFC1122 で定義された4層から変更したことはない。 IETF は7層からなる OSI 参照モデルに従うような試みはせず、また標準化過程にあるプロトコル仕様やその他の構造上の文章を OSI 参照モデルに対して参照することもしない。いくつかの教科書では TCPIP モデルを7層の OSI 参照モデルへ対応づけることを試みたことがある。その対応づけは インターネットプロトコルスイートのリンク層物理層の上のデータリンク層、またインターネット層は OSI 参照モデルのネットワーク層へ割り当てられることが多い。それらの教科書は RFC1122 やその他 IETF の一時情報の意図と矛盾する二次情報である。IETF は再三にわたりインターネットプロトコルと構造の開発は OSI 参照モデルに準拠することは意図しないということを述べている。TCPIP、正確には IP は今日、ほとんどの商用及び非商用の OS に実装されている。ほとんどの OS の利用者は TCPIP を利用するために探したり自分で実装する必要はない。ただし、OS を提供していない新しい CPU や ふプガの上に CPU を設計して、新しい OS を作る場合には、TCP、IP を再設計するか、Linux、BSD などのオープンソースのインターネットプロトコル、スイートをコンパイルできるようにする場合がある。特に広く使われている実装は、バークレイソケットである。すべての商用ユニックス、BSD 系の PC ユニックス、BSD に基づいた MAX は、 元より Linux などのユニックス系 OS や UNIX 系でなかった Windows などでも参考にしている。その他の実装には組み込みシステムのために設計されたオープンソースのプロトコルスタックである l o w ッ p アマチュア無線のパケット通信で使われているか QQ か、QQ は開発者、フィルカーンのコールサインである、トパースのアスプカーネルなどに搭載可能なティネットなどがある。 TCPIP を使用して構築されたプライベートネットワークをイントラネットと呼び、これは今日の欄における事実上の標準と言える。イントラネットで用いられるプロトコルの代表例を下記にあげる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。